フランツ・ヨーゼフ・マイヤーはドイツのバイオリン奏者、メミンゲンの生まれ、幼少期からピアノ、バイオリンやビオラに親しむ。1938年にアウクスブルクの音楽院に入学し、ミュンヘン音楽院にも通った後、1940年から1944年にクルト・トーマスが校長を務めるフランクフルトの音楽学校でビルヘルム・イッセルマンにバイオリンを学んだ。 1946年から1948年までは、ケルン音楽院に行き、フィリップ・ヤルナッハに音楽理論を教わっている。1948年には、北西ドイツ放送のコレギウムムジクムの結成に参加。1949年から、デュッセルドルフのロベルト・シューマン音楽院でバイオリンを教え、1959年から、ケルン音楽院のバイオリン講師に転出。 1964年に同音楽院の教授に昇格し、コレギウム・アウレウム合奏団のコンサートマスターも務めた。ベルギッシュ・グラート・バッハにて没。イル・デベレ・ディファー・メモリア。2018年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月31日閲覧。フランツ・ヨゼフ・マイヤー・ディスコグソ・ハット・インメモリアム。 デバーツテージアイムエイプリル20152018年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年7月31日閲覧ありがとうございます。